ドラゴンズの先発はルーキーの中地、対するジャイアンツの先発は右の山崎、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ルーキーの中地、プロ入り初登板のマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは丸。第6球を投げました。おっと、これ当たった、デッドボール。バッターは2番吉川。ドラゴンズ、ここはバントシフトを敷きます。低めボール球打った、ライトへ上がった、ライト掴みました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、マシンで捉えた、取りました。ランナー1塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは1塁変わりません。第5球投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン。第17号先制ツー。今の右バッターボックスは中田。第2球投げました、打ちました、いい当たり、右中間のフライ、センター前ヒット、センターからセカンドへ、タッチはアウト。右の山崎、1回の裏2点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは岡林、打ちました、大城、落下点に入った、ファウルグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番リューク、投げた、空振り三振、アウトコースの変化球にやられました。バッターは3番ビシエド、投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ビシエド、ナイスバッティングです。右バッターボックスには細川。第9球投げた、打ちました、初球打ち、ウォーカー、余裕があります、掴んで、これで3アウトになります。ドラゴンズ、2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは2000本安打の好打者、流し打ち、どうだ、フェンス直撃、打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、坂本、いいバッティングを見せました。バッターは7番大城。第4球を投げた、ストライク、空振り三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターオコエ。第2球投げた、打った、二塁ランナー三塁へ、ベースカバーに入る、中地取ってアウト。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。第5球投げました、変化球、空振り三振。2回の表が終わり、2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは高橋、投げました、打ちました、ショート後方のフライ、ショート落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番石垣。第9球打ちました、泳いだバッティング、中田下がっていった、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番木下。第5球投げました、フォーク、空振り三振、低めの変化球にやられました。ドラゴンズ最後、ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。トップバッターは丸、打った、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番吉川、通算500安打まであと4本としています。第1打、流し打ち、アウト。吉川、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これバッターは3番ウォーカー、これが2度目のバッターボックス。低めのボール引っ掛けた、ショートの後方フラフラっと上がっている、取って、これで3アウト、チェンジ。3回の裏、2点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは浜、投げました、打ちました、フラフラっと上がった、山崎、落下点に入った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー中地、投げました、高めの球、見逃し三振、投げた、打ちました、吉川掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。ドラゴンズ、試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは岡本、初球を打ちました、これはヒットになります。岡本、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは中田。インロー、空振り三振、最後は148キロストレート、初球打ち、抜けた、中継、坂本、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあ、この対決に
第1球、投げた、打った、いい当たりですが抜けた、センターバックホーム、大城いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。投げた、低めボール球打った、ライトへ上がって、これは犠牲フライ、掴みました、スタートを切った、ホームイン、ジャイアンツ1点入りました。リプレイオーバー、バッターはピッチャー山崎。第3球を投げた、打ちました、サード右抜けるか、高橋ボールを掴んだ、ボールはファーストへ、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。最後はドラゴンズ、この回は2番からの好打順、トップバッターはリュウ、投げた、打ちました、吉川掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番ビシエド、通算1000本安打まであと9本としています。打ちました、引っ掛けた、サード取りました。バッターは4番細川、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、初球打った、ショート正面、アウト、スリーアウトチェンジ。山崎、ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターはマッ、アウトコース低め、見逃し三振、中地ナイスピッチング、投げました、縦のスライダー、空振り三振、吉川全くタイミングが合いません、打った、これはいい当たりだ、バット取れない、ウォーカーナイスバッティングです。右バッターボックスには岡本、今日2打点を挙げています。打ちました、抜けた、岡本いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。次は5球目、投げました、三振、5回の表が終わって3対0、ジャイアンツ現在3点をリードして、5回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは高橋、第1打席はない、打ちました、セカンド右横のフライになりました、セカンド掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番石垣、第1打席はファーストフライに倒れています。打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、吉川うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは木下、これが2度目のバッターボックス、投げました、打ちました、取りました、これで3アウト。山崎、ゲームは後半に入ります。バッター2000本安打好打者坂本、中地、第5球投げました、三振、バッターは7番大城、これが3度目のバッターボックス、投げた、インコース低め、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスは8番オコエ、今日はファーストゴロとライトへの犠牲フライ、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、ショート前方のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。森、三者凡退、無得点に抑えています。6回の裏、3点を追いかけますドラゴンズの攻撃、この回の先頭バッターはフォーク、見送ってフォアボール、先頭バッターしっかりと見極めました。アルモンテ、第4球を投げた、変化球、空振り三振、高めの変化球にやられました。バッターはトップに帰って岡林、今日はファールフライ打ちました、吉川取った、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。バッターは2番リュウ、今日は三振とセカンドフライ、第4球を投げた、内角低め、空振り三振、中盤までし、森降板、試合は終盤7回に入ります。先頭バッターはピッチャー山崎、投げた、フォーク、空振り三振、山崎全くタイミングが合いません、高めボール球打った、破ってった、丸ナイスバッティングです。バッターは2番吉子、投げました、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン。先、バッターは3番ローカー、第1球投げました、初球打った、ピッチャー返し、抜けた、
いいバッティングを見せました。バッターは4番岡本。今日はツーランホームランを打っています。初球から打ってった。セカンド左抜けるか。2塁フォースアウト。アウト、ゲッツー。スリーアウトチェンジ。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターはビシエド。通算1000本安打。打ちました。初球打ち、これは内野ゴロ。山崎取ってアウト。これでワンアウト、ランナーありません。第3球を投げました。打った、流し打ち。ライトの右にボールが上がっている。ライト取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番高橋。今日はショートフライとセカンドフライ。投げました。見逃し三振、バッターアウト。山崎。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは中田。ここまで2打席連続三振。岡田。こう第5球投げました。打ちました。フラフラッと上がった。石垣取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2000本安打好打者坂本。投げた、低めボール球打った。ショートの右、一塁へ送る。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番大城。これが4度目のバッターボックス。投げた、外のボールだ。ピッチャー返し、祖父江。今拾った、一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。祖父江さん。さあここは守備を変え、8回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。はい、第2球投げた、打ちました。レフトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番木下。今日は三振とショートフライ。投げた、外角低め、見逃し三振。投げた、これは引っ掛けた。ショートバウンド、ボールを取った。吉川、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターはオコア。祖父江。第2球投げました。打った、リューク。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはピッチャー山崎。次が4球目。ジャストミート、抜けた。山崎ナイスバッティングです。先ほどからレフトに入っています。梶谷、変化球、空振り三振。梶谷、全くタイミングが合いません。さあ第6球をランナースタート、打ちました。センターへの打球、掴んで、これで3アウトになります。ジャイアンツ、ドラゴンズ、この回の攻撃は先頭バッター、ピッチャー勝野。バッターはロマンあふれる長距離砲石川。初球ストライクから。第2球投げました、ピッチャー正面、ピッチャー返し。坂本、ボールを取る、一塁へ送る。アウト。山崎、完封勝利まであと2人。打順は1番に帰って岡林。さあここで勝負に出ました。投球はこれから3球目。打った、左中間へ持っていきましたが、梶谷掴みました。山崎、完封勝利まであと1人。バッターは2番リュウク。スタンドからは必死の声援が続いています。ピンチヒッターは大島。さあ4球目、変化球、空振り三振。低めの変化球にやられました。山崎、見事な完封勝利。ドラゴンズ、悔しい敗戦です。さて今日